国道百七十二号起点大阪港、国道百七十二号終点大阪府大阪市、中央区本町三交差点国道百七十二号は、大阪府大阪市港区の大阪港から、大阪市中央区に至る、一般国道である。大阪府大阪市西区川口大阪市、港区筑港の大阪港付近にある、大阪市港湾局前から東へ進み、港区役所前を通過して、 同市中央区、本町の国道二十五号、国道二十六号交点とを結ぶ延長八点零キロメートルの一般国道の路線で、主な通過地は、大阪市港区と中、市岡元町、西区川口、江ノ小島、西本町、宇都母本町である。いわゆる港国道の一つ。道路通称名は、起点、大阪港西区川口、川口交差点間は、港通。 川口交差点終点、本町3交差点間が本町2と呼ばれる。大阪市港区港割れに位置する天保山、ベイり口で阪神高速4号湾岸線と阪神高速16号大阪港線と接続する。国道の起点を過ぎて連続する道なりに西へ向かった先には大阪港先ストンネルを通じて、 大阪港国際フェリーターミナルがある先生と通じる。大阪港浅塩橋間を大阪メトロ中央線が通っている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道43号との交差点大阪市港区、市岡元町山交差点。ありがとうございます。